気のせいか。 こいつは信頼できるんだな。しかしなぜ。 ただいまより我々ユーティック機関の制圧下に置かれる。少しでも抵抗の素振りを見せた者は義勇の遺憾にかかわらずその場で即刻射殺する。だが抵抗さえしなければ生命の安全は保障しよう。機関側の協力を期待する。
を見ていた。コスモスを。銃を持って。これはクソだ。そっか、軍人ですものね。私も一人知ってます、そういう癖の人。いつも刀を持ってニヤニヤしてるんですよ。危ないと思いません？そうだな、刀は危ないな。グノーシスを相当するアンドロイド、とてもそうは見えないな。ええ、この子兵器なんですよ。これでもそうだろうな。ボークリンデを出る前、バージル中尉と言ったが、彼はこいつの戦闘アルゴリズムに殺されたんだろ。君を責めてるわけじゃない。理論、理屈、
人はそれで殺されていく。よくある話だ。この子があんなことをするなんて思ってなかった。基礎理論は君が組んだんだろ。ええ、一応。私の娘、友達かな、そんな風に思っていたのに。そうか。どのみち注意はあの状況では助からなかったと思う。ありがとう、気遣ってくれて。うん、綺麗に食べてるんですね、さっきから。ん、ああ、正確さ後付けだがな。あの、ボークリンデには何で乗ってたんですか？なぜそんなことを聞く？なんとなく。あそこの舞台の空気とアンドリュー中佐って違っていたから。ボークリンデは急遽寄せ集められた舞台だ。それに軍人だからな、いろいろある。軍人ですか。桃が制御系に直接リンクしてくれたおかげだ。どういたしまして。あ、UMN パルス受信しました。これより連邦主星フィフスエルサレムへ長距離ジャンプします。桃、小委員会本部へは戻らない。どうして？君の行き先は第二ミルチア自治政府だと聞いている。すまない、そういう命令だ。わかりました。ミルチア太陽系圏進路変更固定します。客式の回収の件ですが、先ほど機関ルートに乗ったとの報告が入りました。ほう、意外に早かったな。あとは第二ミルチアの UMN 管理センターまでの移送が完了すれば一安心といったところか。面倒なものですね。こちらで解析できれば手間いらずなもの。あのレアリエンに施されたプロテクトの解除は、かつてはベクターの転移ゲート制御施設だったUMN 管理センターでしかできないからな。そう。それに旧ミルチア中域は14年前の一件以来数十光年にわたって閉ざされたままだ。通常航行で行き来することを考えれば楽なものさ。弱きむミズラヒ、余計なことをしてくれたものだ。気になさらないでください、事実です。ところで Y 資料あると思うかね、あのレアリエンの中に。閉塞された中域の UMN 転移ゲートの解除コードが記録されているところまでは確証が持てます。ですがそれ以上については未知数ですね。開けてみないことには。もしなければプロジェクトゾハルの遅延は免れんな。議会にどう説明をしたものか。仮に紛失していたとしても一つだけ手がかりがあります。今は資料を回します。ご覧の映像は唯一残っていた監視カメラの映像を処理したものです。不明瞭な映像ですが、彼がヨアキムの助手をしていました。当時の状況から何らかの形で Y 資料に携わっていたものと思われます。この少年の素性は？氏名経歴ともロスト。14歳という年齢とボロメオ大の学生であったことだけは確かです。ミズラヒからの伝聞ですが。
若干14歳でボロメオとは優秀だな。行方もわからない。はい、現在調査中です。生きているならば28歳か。この論文はヒルベルトエフェクトの副次効果についてのものですね。ヒルベルト、ベクターに潜り込んでいる可能性はあるのですか？ユーティック機関となる以前、ミズラヒ脳物理学研究所時代にミズラヒのパトロンだったのは他ならないベクターです。ありえない話ではないですね。確証は持てませんが。ミズラヒ博士、この件については引き続き調査を頼みます。わかりました。とにかく旧ミルチア宙域を閉塞させている封印を解くことが急務だ。あそこに眠るオリジナルゾハルを回収しないことには全てが始まらないからな。
まただ。おかしいな。どうした？カタパルトデッキなんすけど、ハッチの具合がどうもおかしいみたいなんすよ。エアーは？今のところ空気漏れはないっす。電気系統かな。私見てきましょうか。おお、そうか、助かる。空気は漏れてないみたいだが、一応用心してくれ。わかりました。
オーケー、合ってるぜ。ではフライトプランを転送してください。拝見します。貨物は配線部品、目的地はミルチア太陽系圏。貨物重量がちょっとオーバーしてますね。たらふく集めすぎたんでね。空海ファウンデーションへの請求が割り増しになりますが、よろしいですか。ええ、構わねえよ。わかりました。では、良い旅を。やっぱり言われちゃったっすね。くだらねえものを拾っちまったからな。まあ、いいじゃないっすか。重いのはいつものことですし。まあな。うちに回してくれって言ってもよかったのに。言えるか。これ以上ややこしいことはごめんすよ。ここまで起動できるものとは正直驚いた。機銃の制御をそちらに回します。射撃をお願いできますか。了解した。そのくらいしないと護衛の意味がないから。事例が納得できないって言ってるの。もういい、あなたじゃ話にならないわ。局長を出して。局長。はい、ちょっと待っててください。主任、ちょっと怖いですよ。みゆきちゃんを怯えてたじゃないですか。何も怒鳴らなくたって。何言ってるの。これが怒鳴らずにいられること。ああ。局長、どういうことですか、これ。見ての通りだが。なるほど。これが私の目の錯覚でなければ、この書類には、コスモスは第二種装備受領後に、第二ミルチアの二極に引き渡して、私たちには即刻帰投しろ。そう書いてあるように見えるんですけど。だから見ての通りだと。当初の予定とも合致している。一体何が問題なのかね。局長。頼むよ、宇月くん。私だって君の気持ちは十分理解しているつもりだ。それに報告書を見たが、実用上特に問題となる点はなさそうだし。いいえ、全然理解していらっしゃいません。いいですか。勝手に動いているんですよ、あの子。その原因も特定できていないのに二極に渡すことなんてできません。実戦装備だなんて危険すぎます。それにあの子のことは私が一番詳しいって局長だって知っていらっしゃるじゃないですか。ボークリンでの一件、富樫君から聞いたよ。幸いにしてうちに人的被害はなかったが、かなり危険な状況だったそうじゃないか。そんな現場に君たちを残しておけると思うか。承知の上です。しかしだね、局長。わかった、負けたよ。上の方は何とかしておこう。手続きはみゆき君に任せる。ありがとうございます。ただし無茶はなしだ。少しでも危険を感じたら速やかに状況を中断すること。2年前のようなことは二度と繰り返したくない。いいね。そのつもりです。よかったですね、先輩。当然の権利よ。でも先輩、無事でよかった。無事なら無事って早く連絡くださいよ。一時は軍から先輩が亡くなりになったって報告が来てたんですよ。ああ、
僕は。アレンさん、そちらにいたんですか。いたんですかって、僕だって行方不明の当事者なんだから。あらま、全然気づきませんでした。全然って、みんなは。何も、忘れられてたんじゃないですか。アレンさん存在感薄いから。でもよかったですね、アレンさんもご無事で。ありがとう、最高に元気づけられたよ。救難信号が出てるんだ。どうして助けてあげないの。厄介元に巻き込まれるのはお前らだけでたくさんだ。待て、車線事故になってる。なんだと。倒せ。強化兵に触れたら倒すんだ。どうする船長、参戦するか。我が子犬じゃねえ、さっき言ったばかりだろ。厄介者はたくさんだって。後部第4区に被弾、外角の一部損壊。やりやがったな、この超遠望だ。船長、うるせえ。奴らの敵は俺らの味方だ。トニー、アイさん、この人じゃな。この人じゃなくて、この通体でハイパースペースセットも冗談でしょ。本気も本気。何心配すんだって。このトニー様の召喚テクニックとエルザのロジカルドライブが合わされば可能な軌道に行くぜ。よほどおせっかい好きな連中なんだろう。まだ行けるか。はい、大丈夫です。いい返事だ。ウェーブライドだぜ。燃える。
小型艇の乗員、なんとか自力で上がれませんか。多少なりともシールドが効いているはずです。宇宙服を着て船体を縦にすれば。了解した。こちらは2名分の人間ではないです。なんとかなる。大丈夫。ママは平気です。これでも見た目より丈夫にできてるんですよ。それよりジギーとか。これは見た目通り丈夫にできている。ジギー、いかん。ジギー、敵が。分かっている。仕方ない、仙台に逃げる。オーテックの端末だけならば何とかな。もう定期的に測定結果を教えて。連中の目的はあくまでお前の部活。手荒なまねはできんはず。はい。やべえ。船内に侵入者あり。カタパルトデッキっす。守って。マジっすか。頼んだぜ。